うずかいの神社は、島根県大木郡阿町に鎮座する神社である。式内社で、旧社格は豪社。島前の中の島の北端にあたるうずか部落の外れ、球場に鎮座する。うずかいのを祀る。堺須賀宮や、宇つが大明神などと称され、一貫してこの地の守護神として祀られてきたたちに、見えない、当神社独自の神である。神明は、鎮座地。 うずかとも関係するものであろうが、語義不明。なお、玄禄十六年の、島前、村村神明記には、祭人を、うかの御玉の命と記してあるが、これは、危機に乗せる神明に不快させたものであろう。上京5年の、増王保印周期に、かき年中に炎上して、縁起を消失したとあり、創始の年代や自由は不明であるが、 常実のように鎮座地うずかの守護神として古くから祀られてきた。大正頃の写像記録によると、仙座の時期はつまびらかにしないものの、かつては現在地から北方150間隔たった海面から36、7尺ほどの高さの断崖上に鎮座していたという。俗日本語記に、上は9年由来日、女井の地上、水若水の地上と共に感謝に預かったことが見え、 沖国では、最も早く中央の師匠に現れる神社の一社で、縁起のせいでは、国兵大社に列した沖国四大社の一社でもあり、国内神明朝である沖国神明朝にも、十一位守賀大名人と記載を見る。中世を通じて、国画や守護職から重きを置かれ、文明七年に、当地の田所と、木代から再資料として、 国画寮の中の電磁二段が寄進され、明徳四年には在地豪族である源の江るから正月に一段、八月に修理療養として二段の電磁が寄進され、各喫二年には車両六丁一段余りが守護士不入の権利と共に安堵され、天正十年には沖守護代、佐々木津根清が二名内から四段半と二百八十歩の電磁を寄進するなどしている。 ことに文明7年と明徳4年8月の寄神状には公私ご祈祷書と記されているので国画からの信仰の対象とされていたこともわかり以上のことから当神社を中世における沖国一の宮とする説もあるがこれは沖国ではなく軍の一の宮または僧者と見るのが妥当であろうまた図王本院周期にこの宮は 根本天竺不座と歌うの子孫たりと雲伝理とあることから、中世以降両部神道の影響を受けていたようで、王永五年、同十一年、同十九年、同二十一年、永六九年、文六五年などの奥書きを持つ大繁二百八十四巻も残されている。近世には、車両十国を有し、漢文七年の飲酒市長号機に、 前に花表を立てずいひもろぎ流しと当時の様子が記されている。明治5年10月号社に出し戦後は神社本庁に参加している。天保4年の飲酒風土記によると、霊祭は6月11日で、他に御座外神事、御座入神事等の記載があるが、太陽歴施行後は、霊祭日を7月11日に改めている。また、御座外、御座入りの、 両神事は断絶し、その記録も残されていないというが、御座外神事は、島根県松江市の助大神社の者のが著名で、同神社では、現在も、神座の御座を式揮変える神事として行われている。御座入神事は、現在も、道後の神社では行われており、それは9、旧十月の、いわゆる、神やり祭りに参加して完了した神々に温かく、休んでもらうために、 社殿の側面を御座で覆うものであるという。この島ごと、伊豆もそれぞれで行われるものと同じ名の神事が、当神社で行われていたことは、両神事の意義を考察する上で貴重なものである。村尾氏が家として継承している。同志がいつから務めるようになったかは不明であるが、社殿造営などの胸札から少なくとも、近世以降は継承されており、過吉2年の安土城に、 坂津賀左衛門の城と見える宇津賀市が、後に村を主名としたものと見られている。拝殿と本殿本殿は、大正6年の増体にかかる桁行き三県の銅板武器屋根の置き作りで、天城の有形文化財に指定されている。他に、平殿や拝殿などがある。なお、現本殿の間かは2軒半四方であるが、明治初年の神社取調べ町では3県四方となっており、 かつては、おっきく一宮である、水若す神社や、僧者である玉若須いのち神社の本殿と、同規模、もしくはそれ以上の規模であった。甘町指定。ありがとうございます。